質疑の申し出がありますので順次これを許します。井野敏郎君。はい。ええー、住民主党の井野敏郎でございます。今日はお話ありがとうございました。あのー、まず一点、乗いとか住みにくいとか私は思っていません。当然あのー、いろんな工夫をされて強制を図りながら私の町は市長が利権ある人で運営しているのかなというふうに思っています。ただ他方でやっぱりもちろんトラブルというのがなくはないかというとそうではないわけです。 あの例えばあ、まあ、ある外国人はどうしてもヤードなんていうものを建、ね、のまあなんですか、空いてる土地にですね、ど、え、ん、ーまあ、といきなりこういう壁みたいなものを建ててそこに、まあ、変なし、我々から見るとゴミに見えるんですけれども、そういうものを運び込んで、何かやってる、ガチャガチャやってるなあという例があり、そしてそれが近所にとってみると、騒音があったり、ゴミが飛んできたいと。 いうトラブルがあるとでそれを行政に言うと、いや、あそこは許可でも何でにもな、ね、い、勝手にやってることだから、われわれとしては行政処分でも何にもできないんですよと言われて、まあ、そういうことをね、地元の区長さん、町会長さんからもお話をいただいたりということも、実際問題としてあるところであります、まあ、ちょっとそこへ、すみません、あのまあ、自己紹介の方ら,らこんな状況もあるということをお話をさせていただきましたけれども、実は1件、あのまあ、難民認定申請、何件かあったんでしょうけれども、私自身、どうしても納得いかなくて、サインを拒否した。 難民認定、えー、下から上がってきた、えー、法務省の役人から上がってきた事例段階ではあ、この方は難民認定したいと思いますとおいうことで、事務方が上がってきたんですけれども、まあ、説明聞いてもです、ねえー、この方がなぜ難民なのかっていうのが、まあ、理解できないというのも、客観的証拠はないんですよね、難民認定の当たっては。はっきり先ほど、柳瀬先生がおっしゃったとおり、ほぼなんか供述の迫真性のみに依拠している。 かつ、あと客観的に外務省から問い合わせて、まあ、この国に対しては、そういう政治的な事情があるというような、まあ、状況があるというぐらいで、じゃあ実際問題として、じゃあ確かにその国でそういう政治的な事情がある、もしくは迫害を受ける可能性もあるかもしれない、だけども、じゃあ、この人が実際にそういう政治活動をしてたとか、この人がそういう事情をお持ちなのかどうなのかっていうのは、 はっきり客観的証拠ないんですよね。そういう状況で、かつその教育にしか頼らざるを得ない中で、かつ通訳も入れなきゃなんない、そういう中で、どうしてこの人があの難民認定に対象になりうる人なのかどうなのか、まあ、私も弁護士やってたもんですかね、証拠がないものに認定措置は難しいと思うんですね。なんでそれによって基準が違うのかどうなのかという、そこら辺もうちょっと詳しく教えていただけませんか。 市川参考人あの難民委員の難しさというのは、一つにはまさに先生おっしゃられたとおりでございまして、難民というのは、本国から逃げてくる、昨日うもきのも逃げてくるわけで、この証拠、他の証拠とその証拠を持って逃げてくるということは、基本的にはございません。 どうしても証拠という、客観証拠というのはなかなかなくて、あるのは、その国の本国の情勢がどうなっているのかって、これはある程度、文献とかそういったもので認定できます、ただ、その人のこう体験してきたことというのは、基本的にやはりその方の供述に頼らざるを得ないという証拠構造になってまして、そこの,その供述の信憑性、ここがまさに難民認定の肝になると思います。 供述の,の信憑性については、さまざまな文献、あるいは UNCR の考え方、それから並にいてハンドブックというのもございますけれども、まあ、そういったものの中で、例えば旅券を所持していないことをどう評価するかとか、まあ、いろんな基準を設けております、ですから、そういう客観的証拠のない中で、供述をどう評価して、その信憑性を認定していくかということが大事だと思うんですけれども、まあ、この点についての訓練、 こういったものがまさに認定官に必要なことだと思います、でそこは UNHCR 等がいろんなガイドラインを作ったり、ハンドブックを作って、また日本でもいろいろ研修をしておりますので、まあ、そういったことの中で、教育の信憑性というものをいかに化していくかということが、極めて大事だと私は思っております。 井まあ,あの、結局信用するかどうかということに、結局は、まあ、あの判断の要素としては一向せざるをないというのかなというふうに感じましたけれども、じゃ実際はね、私もね、本当にね、信用してあげたいところもなくはないのかもしれないけれども、じゃそれこそ先ほどね、柳先生がおっしゃいました、まあ、コピペのような話が出てきたり。 えなんか現実、客観的事実とは実は違った話が出てきたりというと、それはそ、そういうことになってくると、いや、信用してくださいということの方がやっぱりちょっと難しいのかなと思うんですね、ちなみにじゃあ、石川先生、基準が違ってね、じゃこれどれだけ、私、ちょっとこの資料出しましたけどね。 1>, まあ1万人中、大体申請1万人のうち、な定住難民だとか、あ条約難民で44人とか20人とかですけれどもね、どれくらいこの基準が違うことによって、救われる人がいるんですか市川参考人、お願いいたしますこれはなかなか、私もそのつ,つ,つまびらかに全記録見てるわけでもないので、あのい何人ということは申し上げられません。でただ あの数十人とかという規模感ではないだろうなという桁は違ってくるんではないかなと思っております私が申し上げるとすれば、それが率直にその何パーセントになれば基準に満たされるんだとかという、そういう話ではないだろうなというふうに思ってい猪筒、はい、志郎君。はいまあ、あのそこはは多多分分私とは多分、まあ あの安田先生、山田先生とおお多分、石川先生の認識というか、私もちょっと。お そこままで行くのかなという気はしてます法務大臣政務官というね、確かに1年間、私も難民認定のちょっとだけかじったという程度ですけれどもね、じゃあその、本当にこの人たちが救われるべき人がもっと多くいたか、むしろ僕は逆にもっと少ない少なかったんじゃないかとは僕は思ってます、最終的に先ほどちょっと、ことてん末を申し上げますと、あの事務方が上がってきて、私は拒否しましたけども、まあ、大臣が、ね、許可したんで、まあ、じゃあ、大臣の判断に私は従いますという形で、最後は難民認定されましたけれどもね、あのそういう経緯も、こともありました。 で、送還喫者がまあ約ね、あのちょっと裏面、この裏面に見ていただければ、あ裏面じゃ、ごめんなさい、ちょっと今日は資料しても出してなかったんですね送還喫議者が約、ね、2440人、これ法、法務省から聞いた回答なんですけれどもね、でこの仮放免逃走中に、まあ、約手配中のものが約420人、まあ、要は仮放免が逃走したら、まあ、ある意味保釈みたいなものですよね。 えー、保釈中に、まあ、逃走して、それが取り消されて、えー、いる人が420人いると、おこれ、ちょっと矢野先生にお伺いしたいんですけどね、まあ、ある意味、われわれ我が国に滞在する許可がない人、法律的な根拠がない方が逃走しちゃってると、これって、あのー、犯罪を犯す恐れ等、そういう治安、悪化等のご懸念ってない ございませ確かにその心配はあるとは思いますけれども、やはり、えー、入管のあ収容所において、その方を仮放免しても大丈夫だろうと、あるいはその方の、えー、きちんと保障してくださる家族がいらしたり。 あるいは代理人の弁護士さんの方がついててくださったりするケースですので、それを信頼して、仮法免をしているというふうに、私は考えております井戸俊郎君、まああのそう。それ、私は正直、不安なんです、やっぱり。だって、逃走しちゃってるってことは、まあ、じゃあ、あれ、カルロス・ゴーンがね、日本の刑事司法制度は信用できない、だから逃走していいんだ。 ということを言ったら、われわれの刑事司法制度どう、ね、どういう意味なんだと、はっきり言って、われわれが国の入管制度、逃走していいんだということになってしまったら、我が国の入管制度、外国人管理制度、治安の観点からして、問題だと私は思いますよ。